こんにちは、速稼塾の久保です。オタクね、私がね、10代の頃って確かにオタクっていうのがいたんですよ。その頃はオタクという言葉がなくて、後でついたんですよね、数年後とか、まあ10年後くらいに、で、当時オタクっていうのは完全に人をバカにする言葉であってね、オタクをやってる活動、オタク活動しているアニメファンとかパソコンファンとかね、少数派だったんですよ、当時。そういうの、あのアニメの絵を描いたりとかパソコンで何かねプログラミングするっていうのは本当一部の気持ち悪い人がやってることだったんですよね。それこそその時はあのオタクの人っていうのはファッションとかわかんないんで、とりあえずバンダナ巻いてみたりとか、チェックのシャツ着てみたりとか、パンツインしてみたりとか、それからあの紙袋でね、紙袋になんかポスター突っ込んでとか、本当そのステレオタイプのオタクの格好だったんですよ。これ本当なんですよね。それがかっこいいと思ってやったわけじゃなくて、機能性を重視した結果そうなったんですよね。あの紙袋とかも別にバッグでいいわけなんですけど、バッグを買うお金すらグッズに投入していったと。当時グッズも高いですからね、今みたいに量産されてないんで何もかもが高かったわけですよ。でガレージキットっていうのが当時ありまして、ガレージキットっていうのは個人の人がアニメのプラモデルみたいなのを作るわけですよ、一体一体。だから高いんですよ。1個5万とか10万とかするんですよね。だ今みたいにプラモデルが何でもあるよとかね、超合金が何でもあるよとかで、あの中古の市場ってのがあるよって形じゃなかったんで、オタク活動を続けるのもきつかったんですよ。でお金は基本的にバイトしたりとかじゃないですからね、バイトもそんなにないわけですよ。当時は新聞配達ぐらいですからね。だから本当にきつかった、オタクは。しかも恥ずかしかったと、バカにされるということがありました。でオタクを探すのが難しかったんですよ、本当に。誰がやってるか分かんなかったんですよね。で仲良くなっていくと、そいつの例えばね、高校の時に誰かの友達の家に来ました。そうするとなんか知んないけどベッドの下からちょろっと雑誌が出てきて、見るとちょっとアニメの雑誌でねエッチなシーンがあるとか、どこでこれ買ったんだよみたいなね。そしたら高校こういうところで買いに行ったんだよみたいな、いろんな書店、今は書店があんまり少ないですけども、当時はね個人書店が結構あったんですよ、私の10代の頃で。個人書店のマニアックなコーナーのマニアックなところに本当にちょろっとある、要するに書店の親父さんがそういうの好きじゃないと絶対入れないだろうみたいなコーナーがあるんですよ。でそこでもう買いに行く。だから遠いんですよ、遠かったり、そんなところに本屋あったのみたいなところに買いに行くみたいなね、そういう人によってそこは支えられていたんですけども、今はもういろんなところでねそういうオタク雑誌とかも手に入りますから、そういうマニアックな個人商店っていうのはねどんどん潰れていったってことなんでしょうね。でプラス現在なんですけども、今はねオタクっていうのが本当自称オタクっていうんですかね、あの自由に言えるようになった。だから1億人みんながオタクなんですよ、私はそういうふうに見てます。だからいや実は私はオタクなんですっていうのっていうのはもうオタクじゃないと思ってるんですよね。あのもう言うのが恥ずかしくって、人に言ったら白い目で見られるんじゃないかなっていうふうな申し訳なさとか生きづらさを感じながら生きていくのがオタクなんで、自己表現なんて絶対しないわけですよ。むしろオタクがバレたっていう言い方をするんですよね。でそっからのもう人生ってのは暗いんですよ。オタクってバレたら石投げられたりね、バカにされたり水かけられたりとか人生が始まるわけですから。でこれ本当ですよだからそういうのをくぐり抜けてきたオタクがコミケとか作ったからすごいなと私は思ってるんですよね。あの最初のコミケってのはどっかの会議室かなんかを無理やり借りて、でも延べ参加人数700人とかいたらしいんですよ。これはね一般の人がそんなところに入ることはないですし、広告もないんで、それこそ当時ねファンロードってアニメの雑誌があったんですけど、その後ろのページの方にちょろっと出てるぐらいだったんで、相当細かくアニメ雑誌を見てる人じゃないと分かんないし、そもそもアニメ雑誌を見てる人間すらそんなにいなかったわけですよ。だからねオタクって探しにくくって、あの見つけにくくって、あのバレないようにやっていたし、本当にね、まあ、まさにオタクだったですよね。しかも臭くて気持ち悪いというね、まあ、その伝統は今でも続いてるのかもしれませんけども、さあ現代ねオタクというそのコミケという市場に行きます、もしくはオタクが集まっているところに行くとします。そうすると当時のような格好をしている人は若干いるんですけども、ほとんどいないです。つまり普通の人が自称オタクですよっていうふうにして、まあ言ってみればねエセオタクで潜入しているのが9割ぐらいです。で骨の髄までオタクな人っていうのはもう今ね50代ぐらいになってますよ、で本当にキモいです。キモいから、あオタクがいた懐かしいなみたいな、あの私言ったら昔の遊園地のね廃墟とかを懐かしむような気持ちで、おオタクだすげえみたいな感じで見るわけなんですけどね。うちの兄貴はもう完全それですねで私も途中までねあのオタクをやっていたわけですけども、まあなんていうのかな、あの途中からちょっとバイオレンスになってきてですね、オタクの心は抱えていながらも
どちらかというと社会に迎合するようなねそんな人間になってしまいましたね、うん、まあ何を言いたいのか分かんなくなってきましたけども、でもねやっぱりおたくさんの素晴らしいところは、家族にどう思われようと、生活の何をね、かなぐり捨てようと、それこそモテなかろうと、そこにずっといるってことなんですよね。だからモテながらとかね、家庭を持ちながらオタクってのはニューエイジオタクなんで、もうね元祖オタクではないですね。完全にもう今の時代の何でも OK なオタクと言いますかね、いい時代になったと思います、うん、でオタク原理主義者なんですよ私。どっちかっていうとあんなのオタクじゃねえみたいな感じですよね。俺たちの時代はなみたいなあんな感じですよねもうだからね、今私はそういう世界にいないんですけども、実は自分オタクなんですよって言える社会っていうのはすごくね自由になったなと思います。きっと原理主義的なオタクが望んでいた世界がね今あるんだと思うんですよ。で望んでいながら自分は俺はお前らと違うんだよみたいなね、まさにオタク精神ですね。それがね、俺はお前らと違う、これがオタクですからだからオタク同士仲良くなってありがとうみたいなね、みんなでオタクでカラオケ行くなんてことないんですよ。オタクは完全にもね常に孤独を選ぶんですよ。誰かと群れることはオタクじゃないというね、その概念すらあるぐらいの頑固な原理主義でございます、うん、だからね今花やりますよね、オタクがもう多分モテると、それは確かにそうだと思うんですよ。でもモテることを拒否するというのがオタクというねこんなね原理主義的な考えが私にあってね、オタクさんは奥手で、そして憧れる女の子がいるけども、その女の子が自分に振り向いてくれるわけないっていう思い込みももっと強くあるみたいなね、で生涯モテなくなっていくという、その道をね堂々とど真ん中を歩いてくれるんじゃないかなと思います、まあ、もちろんそれを望んでるわけじゃないんですよ。やっぱり夢のある人生とかね手に入れてほしいなと思うんですけども、ただやっぱオタクがオタクであるために、なんか尾崎豊さんみたいですけどね、オタクがオタクであるためには譲れない頑固さっていうのが未だにあるのかなと思っちゃったりね、しますけどもね。ただ本当にねオタクを見つけるのは難しくなりました。自称オタクをする人ってのはオタクではないというね、そんな考え方が私にもあるわけですけども、でもね自分がオタクであるってことを表現できる世の中も本当に元祖オタクが、待ち望んでいた社会だったんじゃないかなと思います。そしてその待ち望んでいた社会が今できたということで、オタクは消えていく、そういう風なね時代になったんじゃないかなと思いますね、でもやっぱりねスポーツオタクとかビジネスオタクっていうオタクの概念を切り替えて、その一点に集中して強い人っていう意味ではそれはねモテると思いますよ、でそうあるべきだと思います。ファッションオタクとかねグルメオタクとかね、いろいろねそのオタクってのがアニメとかまあ、エッチなね雑誌とかだけじゃなくって、そっちの方向に広がってきたっていうのは、なんか良かったんだろうなと思いますよね、当時そんな時代が来るなんて願ってはいたけど想像はしなかったでしょうね。いってらっしゃい。